売れかけている桜井&村村田村のことをもっと知ってみようを放送するクリームシチュー有田哲平49が MC を番組進行バイキング小峠に43の頭を舐めるという暴挙に出る。そして企画自体を揺るがす前代未聞の結末を迎えることになる。そんな中で先日一般女性との結婚を発表したジェラードンに仕事が有田に結婚したことを生報告す深夜番組からスター誕生を目指すバラエティ番組内のオーディションで合格した若手芸人たち通称有田ジェネレーションズがバイキング小峠に43による進行のもとライバル芸人軍団とのバトルを繰り広げていく。今回は緊急企画として売れかけている桜井&村村田村のことをもっと知ってみようを放送す今年の一人芸能一決定戦 R-1 グランプリ2020の決勝進出を決めている桜井とユージェネが発掘した二人の芸人にスポットを当て彼らの生態を明らかにする。桜井は幼少時代の超極貧生活で味わった苦渋のエピソードを紹介。 R-1 決勝進出を決めたギターネタだけではなく意外なキャラコント師の一面があることを明かす。一方の村村田村登場するとすぐにもっこりからノリーモコちゃんを連発し今回の企画進行をするキリの安静を困惑させる。さらに村村田村の勢いは止むことなく MC 席